はい、こんにちは、かよです。今日はですね、以前紹介しましたロフトの地下1階にあるトム・ソーエというホビーショップの店長、通称トム店からミニ四駆を作ってっていう依頼が来ましたので作ってみたいと思います。今日紹介するのはサンダーショットマーク2ピンクスペシャルです。はい、プラモデルとか私作ったことないんですけどね、ミニ四駆も未知の世界です。はい、ではミニ四駆作りに必要な用意する工具を紹介します。はい、こうですね、カッターナイフと、これ何、ドライバーのショーとニッパーですね。ニッパーとカッターはあったんですけど、これは果たしてドライバーのショーではなさそうな。でもとりあえずこれしか見当たらなかったんで持ってきてみました。はい、では制作に入りたいと思います。
完成しました。よーし、よーし。あれ、動かない。なんで、なんで声が枯れた。動かない。なんでさっき動いたのに。打ち切れ。嘘、もう。完成。動きました。初めてのミニ四駆。